なにわファンキーズの熱狂男ドアホープロ野球。はい、時刻は8時1分です。先週よりちょっとこう息が、ね、あった感じ、はい、ちょっとずつ、はい、先週はあの女の子が結婚式の、ね、はい、挨拶でちょっと合わない、はい、おめでとうございますみたいなね、そういう感じでしたですけれども、はい、なにわファンキーズの熱狂男ドアホープロ野球のお時間です。リスナーの皆さんからあのお題テーマもいただきまして、それをこう即興で、ここでネタ下ろしをしていただこうと。で、この様子は ABC ラジオの公式 YouTube でも動画としてアップしていきますんで、週明けどうぞお楽しみにチェックをしていただきたいと思います。では、今日のネタよろしくお願いします。どうも、なにわさきずです。お願いします。ありがとうございます。いやね、ちょっとこんなね、厳しい状況が続いてますけど、そうですね、そう、平時に戻ったらね、はいはい、一番何食べたいですか？なるほどね、はい、やっぱね、この時期やし、やっぱちょっとカニとか食べたいかな。うわ、ええな、カニ、ええやんか、カニいいですね。そうよ、あの食べ方重要じゃ、カニはいろいろあります、いろいろあるから。あるよ、何が一番？俺カニやったら、やっぱ鍋で食べ、分かってるね。なるほどね、絶対鍋。じゃあ鍋、鍋、うん、サワガニの、なんでやで、サワガニの何がうまいね、それ。出汁出るで、サワガニ何も出えよ、雑炊を。うまないわ、水炊きやろな、それ。でもサワガニやったらやっぱしゃぶしゃぶの方がいい。どうすんねんな、ピンセットで。そう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 、ピンセットでこうやって。食べたきせえへんわ。ええー、なー、いや、ええー、やろ、ガラ冬やわ。どこがええねん、ええー、やろ、柄しかないぞ。ないで、夏しか見んよ、サワガニ俺。あ、そう、おう、何が横か食べたあるやろ、もっと。あのね、甲羅焼き。あ、ええー、やん、あ、コーラ焼き、そうですね、いいよ、最後日本酒入れて、そうそうそう、コーラ焼き最高、うん、サワガニの、なんでなん、なんでなん。いや、だからピンセットで剥けんの、あれ。コーラ焼いて剥けるん。で、最後にスポイトで日本酒入れて蒸発するだけ。出るよ、だし出るか、ほんまに。何もうまないわ。でもそれやったら俺は刺身の方がいいかな。どう食うねん、サワガニの刺身。そうそうそう、そうですね、ありがとう。何ぐらいあんの、あれ、剥いたら。え、いや、身が入ってピッシリ入ってるか、ぎっしり詰まってるから。ガラや、やっぱ刺身やんな、やっぱ刺身や、うん、違うのよ、いただきたいよ。じゃあ他は、他あるやん、いろいろ食べ方ちゃんと決めよう。実は俺意外とやっぱね、カニクリームコロッケとか、それは美味しいのよ。ええやん、そうやろ、あのこう爪が出てるタイプの、そう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 、日本意味のこれ、それ食べたい。あ、じゃあ爪が出てるタイプのカニクリームコロッケ、うん、それそれ、はい、塩招きの、何それ、え、何それ、塩招きって知らない、知らん、あの片方だけ固定でかいカニ、なんじゃそれ。え、普通のカニでやろ、とかにおるやん、うん、知らんって。もうビー玉ぐらいのちっちゃコロッケ作ろうや。いや、もう衣しかないよ。え、衣しかないよ。美味しいよ、多分、うまないよ、うん、いや、でもね、うん、塩招きやったら俺はパスタの方がいい。何や、塩招きやったらパスタって、塩招きのカニクリームパスタ、そう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 、いいで、2ですね、あ、ありがとう。出えへんよ、好きなんや。学生時代なんかやってた？学生時代はあの軟式のカニ部でした。何それ、軟式のカニ部、公式のカニ部ってあんの？確かにね、あの柔らかいカニ中華料理あるけど。あ、それをやってました。ソフトシェルみたいなね。そう、ソフトシェルクラブみたいな。あ、分かってるね。何も分からんわ。え、出てくるカニ意味分からんねん。な、何決めよう、ちょ、ほんま決めよう。タラバとかでいいやろ。あ、タラバガニ、うまいねんからな、高級な、うん、じゃあタラバガニ、そうよ、中西のおごりで。絶対嫌じゃん、もうええわ。どうも、よっしゃー、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、